今何をやってるかっていうと、このこっちの Mac でシリアルサーカスの動画のためのエフェクトばかりをこっちの Mac で作ってて、こっちの Mac でとある曲たちをレコーディングして、今このカメラついてるのがボーカル用のマイクスタンドにつけてこのブログを撮ってます。あとそのとある歌姫に送るために曲をいじって撮ります。あんなもんかな。でもうあんまりにも こっちで飽きちゃったらこっちやって、こっち飽きちゃったらこっちやってもうね、煮詰まって あれアイデアが全然出ねえなと思ったらこっちで見つけてっていう、ここ最近はそんなことばっかやってます。でこの間刀を引っ張り出して元ブログの方のあれを、なんか一本動画を俺、新年の挨拶の上げたんですよ。でまあそっちを裏をなんかちょろっと見ていただけた方わかると思いますが、この刀につけてた電波時計をミラーごと取ってきて電池変えました。今夕方の4時57分、今日あんまり雪降らなかった。雪の日大丈夫でした？俺調子こいてね、思いっきりすっ飛ばしてたら隅田川の大きい橋が真っ白になってて、慌ててブレーキ踏んだらもう前行っちゃったらもうバイクなんかもどうにもなるっていう、もうエンブレのみでスピード落とした、そんな弾丸野郎です。なんかある、もう参っちゃうな、もう。そんであんまりにもなんかみんなそう、ケイスケ君のラッエイジのやつ、あの写真はカメラマンの人からもらった瞬間から「エイジョ君あの写真おもろいから、頭抱えてる写真あれ使った方がいいよ」って言ってたんだけど、ようやく使ってくれたなあいつそうね、まあ必殺技はちょっとあれかな、ちょっと前に買っちゃった、こんなの買っちゃったコーナーこのネット買っちゃったんですよ。いつものスカルの洗いのスカルのネットはすげえ高いんですよ。すげえ高かったんだけど、これそんなにしなくて、このわかるかな、このなんとなくのね、このフレアな感じが非常にかっこいいなと思って買っちゃいました。スカル、ね、何もスカルあんの
ここがもうファイヤーパターンっていうのがね。それでここにもね、見えるかな、スカイ。ただね、このメットね、あ、このメットね、なんでこれにしたかって、あの、あれダブルバイザーなんですよ。この普通の、もう俺夜だとクリアじゃないと見えねえから映るかな。ここのね、ボタンをグッと下にやるとジャキンとこうスモークがでのシールドが出てくるんですよ。ここからで、いちいちね、もうサングラスかけたりとか取ったりつけたりとかっていうのがもうめんどくさかったから、このダブルバイザーのネットを探して、これお安いんですよ。でもね、これ安いから、このさっきのこのスモークのこれも、このシール、わかるかな、ほらスモークのシールドが出てくるんですけど、このシールドも、あとこのクリアのシールドも、こう全体的にお安いから歪んでます。だからね、俺片っぽの視力が良くて片っぽが悪くてっていう人なので、こうシールド閉めたら歪んじゃってもうね、取り返しのつかないことになりそうな感じです。なのでこれを、あとね、ここのね、ここがねちょっと長いからね、冬場はね、もうこっからもう空気が入ってきちゃうから異常に寒い。でここにね、ファスナーがこう一周回ってついてんだけど、革のね、なんていうかな、ネックウォーマーがつくの。だからそれをしてるといいんだけど、今度はこのメットをかぶるときにここが狭すぎちゃって、ガバッとこうそのネックウォーマーをつけてるとこれごと全部いっちゃうから、でもう指も入んないっていう、なんか今取っちゃってるんです。これつけてるとこれぐらいあるかな、皮がこうついて。だから一見するとダサいんだけど、それすげえあったかかったです。ヤズー買っちゃったコーナーでした。あとなんか聞くことある？全然ないよね。いいんだけどさ、ブログは皆さん楽しんでくれてますか？そう、俺タクロ君の時はね、こっちから回っていかないと、俺エンドースしてもらってたメーカーにいろいろと作ってはいただいたんですけど、クラッシュドミラーのレスポールは俺の中ではちょっとね、タクロク向きじゃなくてこれエレローが出ちゃってダメなんで、この分かるかな、これ全部映っちゃうんだよな、これ。フライング V を使って卓録してます。クラッシュドミラーのね、ポーンじゃねえよ。でもシングルコイルのギターが欲しいですか？あるんだけど、気がついたら15本ぐらいギター持ってる。皆さんに聞かなくてもいいんだけど、
ちょっと思ったのは、あ、今制作途中のこれ見ます。ギター弾いてライブやった方がいいのかなと思った。ちょっと思ったりしたんですよ。でもあのシゲさんが以前やってたバンドでよく言う、つるんだ頃にやってたあのスティアラライブっていうバンドもタカさんのギターボーカルで、あのクラックシックスもそうでしょ。で、一時ディアブロで兄もギターボーカル、ギター持っていたってたのがあったはずだから、ちょっとかぶっちゃうのかなと思って。おまけになんかもうシールドになんかいろいろと制約が、動きに制約が出ちゃうのが、なんか今一つかなと思っていて、どうざんしよう。でもね、もう、ライブやったのがかっこいいよなって、ライブ自体やってないんですけどね。ということで、あの今回俺結構ね、ブログ用に今日のまでブログ用にカメラを回したんだけど、あのメンバーの悪口しか言ってなかったから、もうやめて、で、もうこのやつ以前買っちゃったコーナーにを差し込もうと。あとね、これとこれもう飽きちゃったから、もうカメラ回して今日ブログ作っちゃおうかなと思って撮っちゃってます。なのでまたあの俺以外のメンバーにあのブログのお題をよろしくお願いします。俺は大丈夫です、かっこ嘘です。この曲聴いてみる？あ、やっとこう。なのでそうなんだよね、今こっち作ってるやつをあの動画のエフェクトをかけたロゴに、ロゴっていうかまあ文字なんだけど、かけたやつにサウンダーを合わせてやつをメンバーに、まあこれあの勝手に使っちゃってもいいよって送ったんだけど、思えば俺結構完成度がこれ高くなっちゃってブログではもったいねえなのかなと思って。メンバーの LINE に投げたら、まあ、A 城が反応してくれて、次のトレーラーでいいんじゃないですかねって来たから、そうします。昨日もなん、1個、そういうエフェクト関係を作ってメンバーに送りました。なのでもうちょっとブログの方の映像は充実するんではないかと。でもそれ一回使ったら終わりだけどね。ということで皆さん、また僕の次はしげさんなので、そちらをお楽しみということで、作業中のヤズーがお送りいたしました。それではまた。